すべておしまいのように見える時でも、まだまだ新しい力が湧き出てくる。それこそお前が生きている証なのだ。前向きで明るいですね。まさにポジティブです。でも、実はこれには続きがあるのです。もしそういう力が湧いてこないなら、その時はすべておしまいだ。もうこれまで。この後半こそがカフカの味です。これまでの名言集などでは、カフカの言葉も無理にポジティブにしているところがありましたが、それではかえって魅力が損なわれます。本書ではカフカの本来の魅力、その絶望っぷりを余すところなくお伝えしたいと思います。なお、翻訳にあたっては分かりやすくするために、いわゆる跳躍的なことを少し行っております。ただ、カフカの口調や真意はちゃんと伝わるように心がけたつもりです。また、説明的な翻訳にしないために、翻訳文はシンプルを心がけ、別に簡単な解説をすべての言葉に添えるようにしました。カフカの絶望の言葉には、不思議な魅力と力があります。読んでいて、つられて落ち込むというよりは、かえって力が湧いてくるのです。カフカの親友のマックス・ブロートも、カフカへの手紙の中でこう書いています。君は、君の不幸の中で幸福なのだ。柏木弘樹。お聞きいただきありがとうございます。青空エリネチャンネル登録よろしくお願いします。